話したい人がいるみたいですよ。もしかして俺のことかな。あなたが王様？もっとマッチョでヒゲでも蓄えてるかと思ったわ。でもいいわ、ここで雇われてあげる。ちょっとタイプとは違うけど骨はありそうね。雇われてあげるはいいけど、名前は？新進気鋭の天才魔法使いの。今をときめく新進気鋭の天才魔法使いの。待って待って、じゃあこれならどう？私のお箱のこの魔法、これを知らなきゃもぐりだわ。その魔法なら知ってる。だけどそれがどうしたんだ？ちょっと待って、それ意地悪じゃなくて本気で言ってる？意地悪なんてしてないさ。で、名前は？しょうがないな、名前はエゼリット。ちゃんと覚えておきなさいね。それから私、無名だからって下っ端扱いされるのは嫌よ。それなりの待遇で扱ってよね。扱いしろという意味なら無理な話だけど、下っ端として扱う気はない。まあそれでいいわ。あ、あそこにいる人はどう？私のこと知ってるんじゃない？ああ、あそこにいる人ってのは俺のことか？そう、早速問題です。この魔法が得意な有名な魔法使い、確か裏に住んでたばあさんがよく使ってた魔法だ。